イロケットカンパニー、本日のパルコホットセミナーにはブリーズのお二人が来てくれますが、その前に超可愛くて頭も良くてスタイルも良くて、その座組での、自分の立ち位置を素早く察知し立ち回りですね、番組の意図を汲んだ発言を連発するという、まあ、それだったらもう仕事が減ることはございません。腕も鼻もガッツ三拍子揃っている小島瑠璃子と小島瑠璃子さんです。いや、こんにちはって言いづらいんですけど。走攻守って野球でよく言いますよ。その打つことね、はい、守ること。バランスいいですね、本当に。井端選手みたいですけど、いや違うんですよ、ね、完璧です。腕もあって鼻もあるとい う, うで、で礼儀も正しい、もう走攻守揃ってると完璧です。ハードル上げすぎてもう何にも喋れなくなっちゃいますよ。僕今日ありがとうございます。いや本当にね、今日さっき始まる、まあ、30-40分前にね、外でうろうろしてたら、はいね、ね、いたから小島瑠璃さんが、しかも着物、はい、そうなんです、今日は浴衣で、ね、かわいい感じで、はい、ありがとうございます。とてもキュートです。大きなリボン、髪飾りというかリボンというか、そこにパルコアラちゃんもいるという。そうなんです、はい、パルコアラちゃんついてて、でだいぶ派手な私服だなと思いながらこうご挨拶だけ交わしてたんですけども、はい、はい、来てくださいましてパルコアラちゃんつけてて、お久しぶりです。はい、3月18日パルコホットセミナー以来ということでございます。はい、今はもう忙しいですか、いろいろ。いやー、ありがたいことにパルコさんにたくさんお世話になって、はい、はい、今グランバザール始まってますので、はいはいはい、そうなんですよね。はい、じゃあその辺行きますか、うん、今日もう早速おっと行きましょう。グランバザールの話出ましたから、はい、そうなんです。小島瑠璃さんはですね、先週の木曜日から始まっているパルコ夏のグランバザールのイメージキャラクターなんです。まさにこの夏のパルコは小島瑠璃さん一色に染まります。ありがとうございます、ね、はい、グランバザールのイメージキャラクターキャラに選ばれたお気持ちっていうのは、はい、いや、パルコさんですから、うん、話を聞いた時は本当にびっくりしました、はい、で今そこに広告を飾ってドドンと貼ってるんですけど、どれぐらいだろう、3m×3m ぐらいの、3m、はい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 、3×3 で、はい、大きい広告を、すごい大きい広告を貼り出していただいて、こんなことになるとはというのがもう正直な感想です。すごくありがたいです。このスペイン坂上がってきても、はい、こうワッて ドカーンと見えますし、やっぱパルコこのね、公園通り上がってきても、うんうん、わパルコだとかあります。いろんなところからこう来た時に、そうなんですよね、いろんなところにから目に入る広告がありますから、はい、それがもう小島瑠璃さん一色でございます。本当に嬉しいばかりですね、はい、もう本当にもうママ呼んじゃいましたもん今日。お母様を、はい、あら、お母様はじゃあ今どっかにいら、もう帰られました、はい、聞いてます、今聞いてますよ、このラジオ、ありがとうございます。あれ外にいたりすんだから、はい、います、いや、いますか、でもまあまあまあ誰と聞くのはやめましょう。そうなんですけど、でももう、はい、これはもう母に見せたいということで、お母様も喜んでましたよね、本当に喜んでると思います。お母様日和って言ったらおかしいですけども本当にね、20年ぐらい前にですよ、お腹痛めて産んで、ね、その子がよもやねパルコのグランバザールのそうですよね、はい、キャンペーンやるとはと思ってると思いますけども、もう当たってると思います。目線がさっきからチラチラ言ってると思います。いや、この話題が出た時にね、ちょっと様子が変わった女性が一人だけいたんで、おそらくその人です、その人ですよね、はい、はい、申し訳ございません、これ以上触れるのやめようと思いますけど、この夏のアイテムどんなものを狙ってらっしゃいます、うん、まあ本当にいろいろあるんですけど、やっぱ水着ですね、はい、水着、はい、水着もとうとうね、こういろいろ出ましたね、始まってきた感じしますね、はい、まあ、すごいトレンドもありますし、はい、あとはボタニカル柄、ボタニカル、ボタニカルからご存知ですか、うん、いや知らない、初めて聞きました。どういった柄でしょう、いやどういった柄でしょう、あれうちの秘書も分かりませんよ、あれボタニカルっていうのは、ボタニカルイコール植物ってことなんですけど、はいはいはい、はい、植物柄で、なんだろうな、草とか、うん、あとお花とか、うん、ちょっと南国の植物を、うん、なんか、なんだろうな、なんか映したような柄なんですよ、ヤシの木だったり、はい、ヤシの木だったり、ああそういうのの水着、はい、そんなのもいいなと思って、はいはいはい、はい、それを狙ってます。外の方ももしかしたらそうかもしれませんけど、はいはい、今勝手にこう小島瑠璃さんのそのパタゴラス柄ですかそれをそうボタニカル柄、ボタニカル、すみません、スイッチ押しちゃいました一回、面白い、ピタゴラ、ピタゴラボタニカル柄
ボタニーが、あ、だから初めちっちゃいボールとかがガーって転がってきて、旗とか動かしたりとか、動かしてトントントンって言ってドミノとかやっちゃってじゃな、そうすると最後こじるりさんにポンって当たって歩いていくみたいな、じゃなくて、はい、それピタゴラスイッチ、ピタゴラス柄、はいはいはい、これはボタニカル柄、流行はボタニカル柄、はい、すいません、ね、すごいもう丁寧に聞こえましたじゃ、遊んでいただきました、仕事増えますね、さすがにね、やばい、それは増えますよ、こんなに可愛くて臨機応変に遊んでくださるんですもん本当にということで、うん、改めて、グランバザールの、あ、何か一個読みますか、はい、おっと、はい、うん、おくんですね、おくん、働いてください、頑張って、はい、おくんさんいつも聞いてくれてます、ちょっとすいませんね、こうページが一回飛んで、掲示板にですね、いろんな書き込みが今届いているようですね、はい、こちら、こじるりちゃんに向けてのメッセージが多々、はい、ありがとうございます、よく開けたところで、紹介したいと思いますけど、まずはグランバザールについて、はい、改めましてよろしくお願いいたします、はい、はい、グランバザール、今月の21日まで開催しています、私も今買いに行ったんですけれども、はい、すごく安くなっていて、はい、しかもこれから真っ盛りになる夏の服が安くなってるということなので、すごくお得だと思います、皆さんぜひパルコで可愛くなってください、はい、夏の服はお安いですね、そうなんですよ、はい、さっき見に行ってたって言いましたけど、はい、な、何を今日は見ました、今日はあのスナイデルの上下セットのなんかワンピース、ボーダーの、はい、オランダ人ですか、オランダ人じゃないですサッカー人、オランダ人サッカーじゃないですスナイデルいるんですよ、すいません、ね、スナイデル選手ですよねはいはい、はい、スナイデルブランドですね、スナイデルを上下見てきたってことですか、そうなんですよはい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 、はい、そうなんですよ、すごい足速いですよね、すごいすごい足速いですよね何の会話でも対応できるんですかすいませんね、話ずれちゃったのに、大活躍でしたけどね、スナイデルというブランドの、はい、を見てきた、うん、ということです、そうです、そうです、はいはいはい、なんかこう書き込みでも、最近こじるりさん、うん、メイクとかヘアアレンジとか変わりましたよね、はい、あ、すごい嬉しい、髪が伸びてきたのでいろいろヘアアレンジも楽しくできるようになって、はい、はい、それに気づいてくれたんですね、はい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 、すごい、そういうふうに書き込んでくださってます、書き込みありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで、もう終わりですけども、小島瑠璃子さん、もう帰んなきゃいけないんですか、はい、そうなんですよ、あっという間ですね、ちょっとなんかこうまた告知する、はい、うん、はい、まあ、バルコじゃなくても、はい、例えばなんかお仕事であったら、うん、はい、ぜひマネージャーさん経由で東京 FM さんに連絡してゲストに、あ、ぜひぜひお願いします、ぜひぜひ、あのこの前もカレンダーとかも撮ってきたのでそう、それとかやらせていただけるとすごいありがたいそうですね、ありがたい、バルコとタッグ組んでいろいろバルコの中でもカレンダー置いたりしましょうよ、それは、はいはい、カレンダー撮影こんな早くやるんですね、わかりました、ということで小島瑠璃子さんでした、ありがとうございます、ありがとうございました。お邪魔しました。80 Point Love on Tokyo FM。 お疲れ様です。Sky Rocket Company です。